はい、こんにちは、江坂です。それでは続きやっていこうと思います。絶賛隣で卑弥呼がやばいことになってます。はい、では続きやっていこうと思います。これね、なんかね、鬼がね、なんか出てくるっぽいかもなんだよね。で、なんか兵士たちがなんか鬼がいるみたいな言ってて、あっちに向かって、
まくできない。あ、惜しい惜しい惜しい。ちょっと焦ってる焦ってる焦ってる。やべえ、ヒミコやばい、ヒミコやばいって。本当にヒミコがいたなんて。
晴れだね。ララだ。サムもいる。あいつ。サムは大丈夫だから。何があった？卑弥呼がいた。終わったの。帰りましょう。卑弥呼がいました。よし、出発するよ。すげえな。何も見えてなかった。未熟だった。ずっと父を恨んで世間と同じように疑ってた。でも父さんは正しかった。本人にそう伝えられたらよかったのに。世界に散らばるたくさんの謎をおとぎ話として片付けてきたけど、神話と現実の境界線は曖昧だった。答えを探そう。謎を解くために。何かいるかい？大丈夫。島で何があったか知らんが、その怪我とあんたの目つきを見たら知りたいとも思わん。まあいい、すぐ帰れる。私は帰らない。やるねストーリーをクリアしました。ゲーム達成率は 73% です。続きから選択してしまうので達成率の上昇。なるほど。はい、ではとりあえずドゥームレーダー無事にクリアすることができました。でも、ま、割と何だろうな、最後の鬼はすぐにね、倒し方が分かったので、なんとかね、すんなり倒すことができましたが、でもあんな感じで最後卑弥呼が出てくると思わなかったからちょっとびっくりじゃ。でもみんなも、マジで卑弥呼出てくんのってちょっと思ったでしょ。で、その私的には鬼倒した後卑弥呼ともバトルするのかなって思ったんだよねで、だけどどう、バトルなくてちょっと安心しました。はい、ということでこのトゥームレイダーはこれで終わりたいと思います。再生リストも作ってるので、よかったらまだ途中から見始めた方は一からまた見直してくれるととても嬉しいです。はい、それではトゥームレイダーご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価とコメントと共有よろしくお願いします。それではまたねー。